guys, so today we're going to play Babushi Kyudai Let's End Go Eternal Ring with another character. Let's go into the game. Game start! ようこそ、エターナルウィング。それでは。OK! はい、ロード完了。それじゃあ今回もよろしくね。モードセレクト。シナリオモードだ。あ、おかえりなさい。オッケー。はい、ロード完了。それじゃ、いってらっしゃい。Now we're going to use Juliana, which is we using the PS Zebra, the name of the machine. The name of the character is Juliana, I think. So let's go. Hokori Takaki Minion. Okay. Let's skip the cutscene. Hey, you're using the different outfit actually. I don't know about that. Okay, let's go into the rest. Oh my god! Saber Red Sword. Juliana, you also came? Ah, but something is strange. Eh? わざわざレースをやるって招待状を送りつけてきた割には。出迎えも何もないんだよ、この大会。それは僕も感じてた。確かにこれだけ設備が整った島にしては人の気配が少なすぎる。オフィシャルもいないしね。だろ、普通こういう島の大会ならさ、開会式とか主催者のご挨拶とか選手宣誓とか美味しいごちそうとかあったかい温泉とかあってもいいはずだろ。あ、いや、あの最初の方はともかくごちそうとか温泉とかはないと思うけど。まあそんなことはどうでもいいけどさ。でも招待状以外何ももらってないんだよ、私たち。やっぱり普通じゃないよ、ここ。うん、僕もそう思う。でも引き返すつもりはないよ。うん、レースに参加した以上逃げるわけにはいかないからね。主催者が何を企んでいるのかも大会に優勝すればわかることさ。へえ、いつもは冷静なビクトリーズのリーダーが今日はやけに熱くなってるじゃないか。まあね、ここで逃げ出したら後でゴーのやつに何て言われるかわからないしね。それにせっかく強敵とレースできるチャンスだ。逃げるなんてもったいなくてできないよ。ああ、私だって逃げ出すつもりなんかこれっぽっちもないよ。絶対優勝してコーチのとこへ胸張って帰るんだからね。ああ、それじゃ勝負だ、ジュリアナ。あんたには悪いけどここで消えてもらうよ。Okay, let's go, Juliana. Let's check the name is, what is it called? Zebra, right? Big Spider, oh, Big Spider. PS Zebra, oh, that is the alias name of it. Big Spider Zebra. Let's go!
ま、ざっとこんなもんさ。ソニック、よし、やられた。さすがカイ君のマシン。世界グランプリのままだとは思ってなかったけど、まさかここまで速くなってるなんて。どうだい、パワーアップした BS ゼブラのスピードは。大したもんだ。ビークスパイダーがベースな分、基本性能が高いのは分かっていたけど。乾杯だ、君にもカイ君にも。まあ正直私もビクトリーズのマシン相手にここまでやれるとは思ってなかったね。おかげで自信がついたよ。マシンもそうだけど、君自身の実力も以前よりかなり上がったと思う。当然さ、前回のグランプリで果たせなかった本当の完全なる勝利のために、私たちは猛練習を積んできたんだ。次のグランプリ優勝はサバンナソルジャーズがいただくよ。僕も今の勝負で自分の甘さを実感したよ。でも次はこうはいかない。私もお前がこれで終わりだとは思ってないさ。次の勝負期待してるよ。Okay, that's it for the Red Suicide. Ooh, that's cool. The way she moving is. Okay, let's go next stage. Ah, Pico. Okay. 久しぶりだぜ。お前はクールカリビアンズの。イエーイ、ピーコーね。相変わらず陽気なやつだね。その調子じゃ初戦は勝てたみたいだけど、少しは早くなったのかい。ああ、俺たちグランプリ終わってからすごく練習した。ジャミンも最高に早くなったぜ。そうかい。でも悪いね、私の BS ゼブラは多分お前のマシンよりもっと速くなっちまったよ。大丈夫、今日のジャミン最高のリズム、誰が来たって負けないぜ。大した自信だ。どうやらただのハッタリってわけでもないみたいだね。なら一丁確かめてみるか。オッケー、ジャミンの速さ見たらお前きっとびっくりするぜ。それはこっちのセリフだよ。私はこの BS ゼブラで完全なる勝利をつかむんだ。いくら速くなったからといってもグランプリで私たちより成績の低かったやつに負けるわけにはいかないよ。確かに俺たちグランプリでビリだったけど、今は違う。この勝負勝つのは俺さ。いいさ、どっちが早いかは勝負すればわかるよ。でもあいにくここは完全なオンロードだよ。オフロードタイプのジャミンには不利じゃないのかい。今のジャミンのリズムならどんな道も関係ない、心配無用だぜ。そうか、ま、何にしても手を抜くつもりはないけどね。全力で行かせてもらうよ、覚悟しな。オッケー、レーススタートだぜ。
ま、ざっとこんなもんさ。ジャミー、勝負あったね。悪いけど、私の勝ちだよ。ジャミンのリズム悪くなかった。でも、お前それ以上に速かった。乾杯。ま、私が勝てたのはオンロードコースだったってのもあるからね。ここがオフロードだったら、勝ってたのはお前かもしれないよ。確かにオフロードならジャミンもっと速かったかもしれない。でも、言い訳するつもりはないよ。そうか。でも、お前のマシンが予想以上に速くなってたのは分かった。次のグランプリ、クールカリビアンズが前回と同じチームじゃないってこともな。ああ、次のレースは負けないぜ。望むところさ。頑張れよ。一文字よ。誰だお前。一文字列也。へえ、聞いたことないね。お前もレーサーかい？まあな。でもお前らとは実力が違うぜ。それは私に向かって言ってるのかい？お前以外に誰がいるんだ？そりゃそうだ。でもそういうことは人を見てから言った方がいいよ、坊や。お前が世界グランプリのレーサーだから。別に、ただお前みたいな坊やが吐くセリフじゃないってことさ。お前らグランプリレーサーの実力は大体知ってる。それに、俺が坊やかどうかも勝負すればわかること。見かけだけで人を判断しない方がいいぜ。へえ、お前にこの私の力がわかるってか。あまり調子に乗るんじゃないよ。相変わらず威勢だけはいいな、グランプリレーサーって。もう、あったまきた。少しお仕置きが必要みたいだね。来な、相手してやるよ。そのマシン、バトルレースもできそうだな。どうせ正々堂々勝負しても勝てないだろうから、別に仕掛けてきても構わないぜ。そういうセリフは、私に勝ってから言うんだね。せっかく親切で言ってやったのに。ま、いいか。 BS ゼブラの実力、見せてやるよ。ざっとこんなもんさ。
な奴に俺が負けるなんて。こんな奴で悪かったね。お前も今度からは走りを見てから物を言いな。くそ。まあ、威張るだけあって少しは楽しめたけどね。でもまだまだ BS ゼブラの敵じゃないよ。悔しかったらいつでも来な。私はサバンナソルジャーズのジュリアナ。マシーはこの BS ゼブラ。逃げも隠れもしないよ。覚えていろ。次は必ず。まあ、性格はどうであれ、根性があるのは悪くないよ。頑張りな。それじゃ、先に行かせてもらうよ。どうしちまったんだ俺は。Hello, Marina. Hey, 私以外にも女のレーサーが参加してるなんてね。ミニ四駆を走らせるのに男も女も関係ない。それに女の子がどうとか言うやつほど大したことないやつが多いから。それは言えてる。そのマシン、私の BS ゼブラはどうかしたかい？ BS ゼブラ？ああ、サバンナソルジャーズが誇る最強のマシンさ。こいつで私は今度こそ完全な勝利を目指すんだ。なるほど。まさかこんなところでそのマシンに出会えるなんてな。運が悪かったね、あんた。そのマシンじゃ完全な勝利どころか逆立ちでも私のファイアースティンガーには勝てないよ。へえ、随分と知った風な口を聞くね。お前に BS ゼブラの何が分かるってんだ。分かるさ。どんな改造をしたか知らないけど、所詮ベースはビークスパイダー。パパが作った最強のマシン、ファイアースティンガーの敵じゃないよ。どうしてコーチのマシンを知ってるのか知らないけど、気に入らないね。お前こそそんなマシンで BS ゼブラに勝てるとでも思ってるのか。私の言ってることが本当かどうかレースをすればわかる。そうかい。それなら相手になってもらおうか。悪い。時代の違いを教えてやるよ。Okay, let's go.
ざっとこんなもんさ。時代の違いがなんだって？そんな、私のファイアースティンガーが、そんな旧式のマシンに。どうもこの大会、口の利き方を知らない奴が多いね。私の BS ゼブラは、一体いつから旧式になったんだい？でもそのマシン、ビッグスパイダーがベースなんじゃ。そうさ。でも多分お前が知っていた頃のマシンじゃないよ、きっと。え？外は同じでも、中身は日々進歩してるってことさ。これに懲りたら、次からはあまり外見だけで判断しない方がいいよ。それにマシンの速さは新しい古いで決まるもんじゃないよ。覚えときな。Okay, let's go next step. So...J 君はジュリアナ。ビクトリーズの J か。いいところで出会えたよ。探してたんだ。僕かい？そうさ、お前とは一度一対一でやってみたかったんだ。え、どうして僕と？カイコーチが言ったのさ。もしお前と差しで勝負するチャンスがあったら、次のグランプリのためにも今のお前の実力を見極めてこいってね。カイが。お前とコーチ昔知り合いだったんだろ。グランプリで仲間のサポートに徹してたお前の走りを本当の実力だと思ってないんじゃないのか。カイ、コーチが間違ったことを言うとは思えない。勝負には勝たせてもらうけど、コーチにはきっちりと報告させてもらうことにするよ。ジュリアナ、僕は世界グランプリで実力を隠したつもりなんて全くない。彼は僕を買いかぶりすぎだけど、それはチームプレーを考えた上での話だ。チームの勝利を考えてサポート役に徹するのも立派な実力さ。ふーん、まあいいさ。そんなことレースすればわかることだからね。それにカイコーチがそこまで評価するお前の全力ってやつ、私も興味あるよ。今回はチームプレーをする必要もないだろ。僕はいつだって全力だよ。でも確かに今回はチームのことを考える必要はないからね。エボリューションの力を見たいのなら見せてあげる。ただし悪いけど君の敗北と引き換えだ。ふん、面白い。見せてもらうよ。OK, let's goWhat the heck?
ざっとこんなもんさ。バカな、エボリューションもグランプリの時より力は上がっているのに、一体 PS ゼブラはどんな調整を施したんだ。なるほど、確かにカイがうるさく言ってただけのことはある。お前ほどのレーサーがサポート役に回っているんだ。道理でビクトリーズが強いはずだよ。いや、驚いたのは僕の方さ。正直 BS ゼブラのポテンシャルがここまで高くなってるとは思ってなかった。僕の負けだ。さすがだよ、君もカイ君も。ま、対ビクトリーズ専用の特訓の成果が出たかな。おかげでこっちはグランプリ前に手の内を全部見せちまったけどね。うん、確かに見せてもらった。僕のエボリューションもこれでもっと速くなるはずだ。悔しいけど今回は勝ちを譲る。でも次に対戦した時に勝つのは僕だよ。ああ、楽しみにしてるよ。Wait a minute. Yeah, let's go to the next stage. Kimi wa. Oh ya? Zuibu igai って顔してるね。私程度のレーサーがここまで勝ち抜いてきてるのがそんなにおかしかったかい？あ、いや、すまない。そんなつもりは。冗談だよ。相変わらず真面目なやつだね。シルバーフォックスのユーリカ、せっかく順調に来たっていうのに厄介な相手に当たっちまったもんだ。個人能力だけで見ればお前はグランプリ参加メンバーの中でもトップレベルのレーサーだからね。そんなことは。で、私が言ったんじゃないよ。コーチがそう言ってたのさ。コーチ？はあ、君たちに新マシンを持ってきた彼か。そう。まあ、コーチは間違ったこと言わないから、多分そうなんだろうね。私もお前の走りを見てないわけじゃないから、その辺は疑ってないよ。僕も君の走りを疑うつもりはない。少なくとも君らのマシンの能力はかなり高いものだと思っている。そうさ、お前の言う通り BS ゼブラはグランプリであの程度の成績しか出せないマシンじゃない。私は BS ゼブラを授けてくれたコーチにそれを証明するためにここへ来た。この大会で今度こそ完全な勝利をつかんでみせるよ。完全なる勝利？ああ、だから私は最後まで負けるわけにはいかない。もちろんお前が楽に勝てる相手じゃないことぐらい分かってる。でも勝つのは私だ。悪いが負けるわけにはいかないのはこっちも同じ。勝負だ。Goodness, what the heck? Oh my god.
ざっとこんなもんさ。手を抜いたつもりはない。乾杯だ。こっちもギリギリだったからね。完勝って言えるほど自慢できる勝利でもないさ。随分といいマシンに仕上がってるみたいだ。まあな、私たちもグランプリが終わってからただ遊んでたわけじゃないからね。これが本当の BS ゼブラの力なのさ。なるほど。ムーバルウィングでさえ進化の一過程でしかなかったということか。僕もまだ甘かったみたいだな。まだこれで終わったとは思わない方がいいよ。次に会った時の BS ゼブラは今日よりもっと早くなってるはずだからね。そうだな。だがこの借りは次のグランプリで返す。僕も帰ったらオメガの調整を一からやり直すとしよう。期待してるよ。早いマシンの方が倒しがいがあるってもんだからね。We can buy the gear, but maybe later I will try it too. お前か、高場亮。ジュリアナ。このレースの招待状が来た時、カイは随分レースに参加するか迷ってたよ。カイは来ていないのか。カイはサバンナソルジャーズのコーチだ。もうすぐ第2回のグランプリが始まる大事な時に他のメンバーを置いてレースには行けないってさ。そうか、残念だな。カイもお前と走りたがってたよ。口に出さないけど、前回のグランプリ私たちの力が足りなかったせいでお前らビクトリーズに勝てなかったからね。ずいぶん悔しかったんだと思う。はい。だから参加できないカイはこの大会の優勝を私に託したのさ。走れないカイのためにもこのレース私が優勝して完全なる勝利を今度こそ本当に実現するんだ。お前に会えたのはラッキーだったよ。コーチの分まで私が走ってお前を倒す。覚悟しな。お前はこのトライダガーに勝てるか。勝つさ。一対一の勝負でお前に勝ってコーチが決してお前より劣っていなかったことを証明してみせるよ。俺は自分がカイより優れているなんて思っちゃいない。だがそこまで言うなら見せてもらおう。カイがお前に託した走りってやつを。見せてやるさ。勝負だ高張りよ。I want to try a about this two gear, which is new gear, and the second shop, which is.I forgot which is the automatic and the manual. That's actually the manual for this one. But I don't know if it's this or the other one, so let's just try it. If this is not automatic, then so be it. I will try, okay? I will try manual, but I'm not sure if I could or not. Manual is a little bit hard to do it, so...Try it manual or not. Oh, so this is manual. This is a bit funny, okay? Okay, let's see. This is actually a bit funny, okay?
want to try it, huh?Using L2 for turning down the gear and for upper is using R2. Oh, it's a little bit hard to use. I will try it. まざっとこんなもんさ。I think it's hard for me to do the. 勝った。1対1で高場亮に。やられたな。正々堂々の勝負をしたつもりだ。文句ないよな。ああ、俺の負けだ。さすがに海がレースを託しただけのことはある。凄まじい走りだった。私は自分の優勝のために走った。海の代理としてお前と勝負したわけじゃない。でも、これでカイもきっと喜んでくれるはずだ。そうか。だが本当にカイを喜ばせてやりたいのなら、この後のレースに勝って優勝を決めてくることだ。俺に勝ったところで、優勝できなければ、コーチとしてのカイは喜びはしないだろうからな。言われなくても分かってるさ。きっちり優勝して、胸張ってアフリカに帰るんだからね。悔しいが、カイのためにも今回はお前を応援してやる。頑張れよ。ああ。会によろしくな。OK。Goodbye, Takabaryo. Actually, I can buy another part of it. Let's buy the new gear. Let's try the automatic one. Okay. Let's check the machine again.Okay, this is the automatic actually, but I wanna try because it is good or not. So... 最終ステージ。初めから分かっていたけど、やっぱり怪しい雰囲気だな。決勝進出おめでとう、ジュリアナ君。それでは最後のステージご案内しよう。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。なんだここ。ようこそファイナルステージ。どこにいる。サバンナソルジャーズリーダー、ジュリアナ。お前が手紙の差出人か。さよう。我が名はボルゾイ。今回は諸君らの参加、とても感謝しているぞ。そんなに感謝してるようには見えないけどね。まあ、そんな怖い顔をしないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだからな。本当にそう思ってるのか知らないけど、まあいいさ、レースはできたからね。そうであろう。大会であろうとなかろうと、ここまでのレースは楽しめたな。こ
ちらも君たちのおかげで貴重な研究を進めることができた。今回の計画は成功だ。研究？いかにも。今大会で得た君たちの倉庫データは我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究の名は。ふーん、まあ研究なんてどこのチームでもやってるからね、別に構わないよ。そうか、特にここまで残ったジュリアナ、君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだ。礼を言うぞ。仕上げ？で、私の決勝相手はどうなるんだ？決勝？そうだな。では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって研究の仕上げを終えるとしよう。今大会で最強を誇ったBS ゼブラを破壊してな。何？最強のマシンはこの世に一台でいい。決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。なるほど、うさんくさかった理由はこれか。でも本気で言ってるのなら相手が悪かったね。ははははその元気がどこまで持つか。では最終ステージを始めようか。決して君が勝利することのない最後のレースをな。人が気持ちよくレースしてたってのに。行くよ BS ゼブラ。Okay, let's try the new gear.ま、ざっとこんなもんさ。おお、これは意外だったな。意外？バカ言うんじゃないよ。そのマシンで BS ゼブラを壊すなんて本当にできると思っていたのか。まあよい、こんなものは数ある我が研究の一部にしかすぎ。だがこれなら次はもう少し本気でやらねばいかんな。
優勝おめでとう、ジュリアナ君。まったく、全力で目指した完全なる勝利がこれじゃ、呆れて物も言えないよ。もういいから、さっさと終わらせな。そうか。仕方がない。今回はこの辺で閉会としよう。だが、仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまったが、ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらうとしようか。なんだと？参加レーサー諸君、最後のフィナーレ、機会があればまた会おう。
なる勝利は見つかりましたか、ジュリアナ。はい、コーチ。Okay guys, I think that's it for today's video. So I will end the recording here. So thank you guys for watching, like, comment, subscribe, and I will see you in the next episode. Kyudai, let's and go. Eternal Wing video. Then see you. Bye bye. There actually 4 more character that I can play in the story. So then see you guys. Bye bye. Yeah, it's nice to play this game. Okay?